はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は、頑張らない頑張り方っていうね、タイトルだけ見たらなんか矛盾してんじゃねっていうお話なんですけれども、今日はコンサルティング会社に勤めてたコンサルタントの方のね、事例をお話ししていきたいと思います。で、まあ、お客さんに頑張らせるなっていうことなんですけど、まあ、これっていうのは、コンサルティング業界なんかではまた一種の法則みたいなものなんですね。で、これは、コンサルタントの方が、まあ、とある商社を支援した時のお話です。で、その商社が抱えていた課題っていうのは、社員の定着率っていうものですね。まあ、当然その課題を抱えているからコンサルタントにね、相談をするわけなんですけれども、まあ、そのコンサルタントが依頼を受けるにあたって、なんで外部支援を依頼されたんですかって、社で何とかできなかったんですかねっていうことを聞いたら、商社の方がですね、中期経営計画書があって、それが未達だと。で、まあ、中期経営計画書っていうのは、だいたい3年から5年くらいで営業、利益こんだけ出しましょうとか、売上こんだけ出しましょうとかね、それから社内体制をこういうふうに整えていきます。まあ、社員何名にするとか、それからお客様に対して自社の製品サービスの利用パーセンテージっていうのを何パーセントまで上げましょうみたいな、そういうのを3年から5年でやっていくっていう、まあ、そういった計画ですね、ざっくり言うと。で、それを達成するためにいろいろ頑張ってるけど、まあ未達だったと。で、未達なんで営業の行動管理とか、それから営業力の向上っていうのをいろいろ施策っていうとして打っていったんだけど、まあ、残念ながらどれもちょっと長続きしなかったんだよねと。で、結果的に一生懸命頑張ったんだけど、なんか離職者とか休職者もただただ増えただけだったっていうお話を回答があったと。で、そうするために調べてみると、まあ、労働時間が結構長いっていうことも分かったんですよね。ところが、その労働時間に関しては、経営者とか管理者曰く、目標達成をするためだったら、それは働く時間が長くなるのも当然だよねって、それは仕方ないよね、と。で、反対に、面談とか、まあ、インセンティブで、まあ、モチベーションを上げたりとか、インセンティブっていうのは、一定の成績を上げたら、なんかこれだけボーナス上げますみたいなものなんですけど、それで、まあ、社員のモチベーションっていうのを上げて定着率っていうのをこう上げることってできないですかねっていう相談があったんですが、コンサルタントの回答としては、無理突っ張れたっていうお話なんですよ。じゃあ、なんで無理だって言ったかっていうと、この会社の真の問題が一体何、真の問題があるんですけどね、それ一体何なんだっていう話なんですけど、生産性の低さっていうのを社員の労働時間でカバーしてるんですよ、この会社の問題っていうのは。うん、で、生産性は仕事の仕方に依存をしているので、仕事そのもののやり方がいまいちなのに、そもそもモチベーションだけを上げたとしても、それはモチベーションって波みたいなもので、高い時もあれば低い時もありますから、長続きしないっていうことはもう当然目に見えてたわけなんですよ、ね、だから営業マンを頑張らせれば頑張らせるほど、営業マンは疲れてってしまって、疲れると当然サービスは低下していって、サービスが低下したら当然顧客の満足度は下がって、顧客満足度が下がると売上が立たないんで、経営は悪化すると。だから、頑張ることで頑張りが無駄になってるんですよ。それどころか、マイナスの効果をもたらせてしまっているというところに、この会社は気づいていなかったので、コンサルタントがズバリ指摘したっていう話なんですね。で、この会社が問題として大きく抱えているのは、その、今言ったようなこう生産性の低さを労働時間でカバーしていると。で、その事実っていうのを無視してるんですよね。この会社がそもそもじゃあ間違ってるのは一体何なのかっていうと、中期経営計画の方なんですよ。その事実を無視して現場に努力を強いているということなので、結局経営陣とか、まあ、管理職の人たちがどうにかしようっていうふうに変えようとしてるんじゃなくて、そのうまくいってないことを自分たちじゃなくて現場に矢印を向けることで、幸せっていうのが現場にしてしか来ないわけなんですよね。だから当然現場は疲れますから、離職が後を絶たないっていうのは当然の結果なんですよね。だから頑張って計画を達成しようじゃなくて、計画を達成する方法が他にないか、あるいは計画そのものが合ってるのかっていうことをこの会社は考えるべきだっていうお話だったんですよね。で、これっていうのは会社のお話だけじゃなくって、皆さん自身の人生設計とかっていうのもつながってくるお話です。で、提案したもの内容としては、労働時間を減らしながら業績を上げるためにはどうすればいいかと。で、それからこれ以上労働を頑張らないで成果を出すためにはどうしたらいいかと。で、頑張っても頑張っても成果が出ない時っていうのは当然あるんですよね。で、そんな時っていうのは頑張りが足らないんじゃなくて、頑張り方とその計画が間違っているっていうことを認めることっていうのが非常に大事なんですよ。で、量と成果がつながることっていうのは稀なんですね。
で、これっていうのは組織でなかなか働いていると気づくことが難しいですし、かつ認めてもらえないっていうところがまあ辛いところではあると思うんですよ。でこれ、まあ、組織っていうお話をしましたけど、個人でも同じだと思います。皆さんが5年後10年後これだけ稼げるようになって、こういう生活を送って、こんな人たちと付き合いたいっていうことを考えたとしても、5年10年経って全然そうならないと、あるいは5年10年経たないまでもそのために頑張ってるけど、なんかそういう人たちと付き合えないなとか、生活が全然変わらないなっていうことであれば、そもそも目指している場所が間違っているかもしれないし、それから目指し方が間違っているかもしれないと。だからゴールも間違っているし、そのプロセスも間違っている可能性があるかもしれないので、そんなあなたにですね、頑張ってると思うんですよ、頑張ってるんですよ、頑張ってるあなたに送る言葉としては、もうそういった頑張るのやめましょうと、あなたの才能さえ発揮してくれればっていうね、これはとあるジブリのプロデューサーの方が言ってた言葉なんですけれども、才能さえ発揮すれれば、してくれればあなた自身は幸せになれるし、才能、仕事も人生ももっともっといい方向になるよということがその方が言ってた話になります。とはいえ、じゃあ才能ってどう見つけたらいいのとか、俺の才能って何、私の才能って何なんだっていうことが本当はまた新しく頭に浮かんだ方もいると思うんですよね。そんな方はもしね、良ければコーチングというものをぜひ受けていただけたらと思いますし、かつ私もコーチングをねやっていますので、皆さんの方で興味があればコメントなり DM なりでご連絡いただけたらと思います。ということで本日の動画以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。